こんにちは、ケースジャガーです。2020年8月の10日月曜日、祝日ですね。海の日やったかな。14時47分です。こんにちは。料金所です。続いて斜め右方向です。今から山陽道に乗ります。山陽道、山陽姫路西という入り口、大阪の方に帰ります。今日も長かったな。やっと仕事終わったな。終わったなと言ってもまだ2時間ぐらい空いてても2時間ぐらいかかりますね。大阪まで最後までやりませんが、動画よろしくお願いします。
玉島まで99キロ、三島99キロ、茨城97キロ、北段が91キロ、いずれも100キロ近くありますね。大阪の茨城まで約100キロですか。ちょっとインターの本線入り口までのこのカーブが結構きついのでご注意ください。山陽道東向きに上り線、東向きで入ります。制限速度80キロですね。さっき山道だいぶ走ったからちょっとカメラの角度がガタガタしておかしいかもしれないですね。山陽道今現在 61.8 キロポスト、白鳥パーキングエリアは反対側にしかないのか、こっち側はないのかな、ちょっと先なんかな。山陽姫路東まで11キロ、加古川北まで20キロ、神戸まで81キロでございます。あ、もうちょい先ですね。上り線のパーキングエリア、 白鳥パーキングエリアもう少し先です。白鳥パーキングエリア上り線 60.7 キロポストあたりにございます。上り線はガラガラやな。下り線の岡山方面行きは松屋があってコンビニがあってするのかな。こちらの方はレストランみたいなあったかなないかなぐらいの感じで、ただのパーキングエリアっぽいんですけど、ポストの看板です。神戸ジャンクションまで60キロ、中国道神戸ジャンクションですね、あの辺りまで60キロです。普通に帰る場合ですとそちら通っていくんですよ。60キロぐらいで神戸でしょ。でそこからまあ知れてるんですよね、あの混んでてもね。はい、諸社山第2トンネル 1510m ですが、ちょっとね、今日はわざわざ混む方から帰ります。ちょっと残業して帰りたいので、残業泥棒ルートで帰ります。だから今から私が帰るルートで帰ると余計時間がかかります。ただね、高速代は多少浮くんじゃないかなと思いますが、大して変わらんかな。渋滞はまること思ったらもうさっさと宝塚方面にピャーッと行った方がいいかと思いますけどもね。せっかく遠くまで来たんでちょっと10分でも20分でもゆっくり帰りたいなと思います。後ろついてきてる車がね、ハイビームかなんかでめちゃくちゃ眩しいな。ヘッドライトの玉が改造されてすごくルクス輝きの高い度合いになっているのか。今そうでもないな、今消したんか。うわ、つけたら眩しいなこいつ。やっぱりじゃなかったとしてこれぐらい眩しかったらもう警察言わないかんね。ちょっとね、
ビームでなくて、あの改造してああいう玉つけてるんやったら、やっぱ車検通したらあかんと思いますけどね、あんだけ眩しかったらね。走行車線、右側が追い越し車線、追い越し車線は追い越しをするときにご利用くださいっていう風になってるんですけれども、追い越し車線を走るのが基本みたいな感じで走っておられる車がかなり目立ちますよね。これは通行帯違反っていって、あの交通違反で切符切ると1点か2点か多分やられるんですよね。違反金もかかるかと思います。追い越しが終わったら一旦はやっぱり左側に戻るっていうのが基本ですよ。基本というか、あの交通 の, あの道路交通法上、法律上そうなっております。次前入ろうかなと思って、左寄ろうかなと思ったら、だからまた今度先の方でまた遅そうなやつがいて、でじゃあもうこいつも抜いてしまおうかとか言ってたら、100キロも200キロもずっと右側走ってたりとかね、そういう車多いかと思うんですけれども、キープレフトとか言ってもう教えてないのかな、教習所も。山トンネルが 1130m、 遠回りして帰るとね、給料泥棒呼ばわりされるんですけどね、まあ、たまにちょっとぐらいね、10分20分引っ張るくらいは多めに見ていただかないと。市川という川を越えます。橋の長さは350m。
下の道路は国道312号線が走っております。そして私の遠回りしますよって言ってた分、山陽姫路東で降りて万丹道で入り、姫路加古川方面から帰ります。この山沿い今走ってるんですけど、山沿いというか山の真ん中走ってるんですけれども、山陽道がねちょっと北側走ってる道路なん でこれを一旦南に降りていって海沿いというか、まあ、海が見えるところまでは行かないんですけれども、姫路バイパス、高砂バイパス、加古川バイパス、第二神明道路、そして阪神高速3号神戸線、こういった形で帰っていこうかと思います。帰りちらっとね携帯で予習したんですけども、渋滞情報出てなかったんでね、混んでないんやったら、ただの遠回りやったら別にそんなに目に見えて時間ロスにはならないので、はい、50キロポスト山陽姫路東インター出口、出口には行きません。万丹道に接続しますので万丹道行きます。あ、ヘアピンカーブみたいな感じやな、きつい。ぐーっと曲がって万丹道は右、山陽姫路東出口、新しいルートでご案内します。右側、右側万丹道、福崎和田山と書いてる方は逆です。この姫路市街と書いてる方に行きます。和田山の方行ってしまうとね、また帰ってくるの大変なんで、間違えたらダメですよ。その先料金所です。道がガタガタして走りにくいんですけども、まあ空いてるんですよね、一応ね。新しいルートでご神戸の方で山を走っていて、海の方に神戸市街の方に降りて行きたいよとなった場合、神戸寄りであればあるほどちょっとこの南北のこの移動がしにくいかと思うんですよ。ただ今姫路なのでね、この南北の移動万丹道ですから、ちょっと道が古くてガタガタしてるっていうもんで、別になんちゅうことないです。で花田インターかな、花田出口1キロ手前、料金所、本線料金所ございます。 6.1 キロポスト、 6.0 キロポスト、姫路の何インターって言ったかな、万丹道から姫路バイパスに入るあそこが、ジャンクションが0キロポストです。この6キロっていうのがどんどん減ってまいります。あと6キロほどでだから姫路バイパスに出るっていうことですね。 5.6 キロポスト、まあ私ぐらいのペースであと5分ぐらいで到着かなと思います。ここから料金所、本線料金所が目の前なので制限速度60キロに下がります。で花田インター出口、
3.8 キロコスト順調ですね。から休憩なしでやってますんでね、今15時03分ですけどもね、もう9時間ほど休憩なしで動いております。さすがにお腹すいたな。バイパス間もなくあと1キロと出ております。姫路バイパス右の方に行きますと岡山辰野方面、広島方面、左の方に取りますと神戸明石、大阪方面、 500m 先分岐です。で別所出口が 300m 先にあるそうです。まあ、どっちにも直接降りないということですけどね。2号線に直接降りるのかな、ちょっともうちょっと行ってみないとわからないですね。 700m 先で左車線がなくなります。高砂西の出口まで 500m。 高砂西って入り口なかったかな。入り口は高砂東っていうことないかな。
向かって左側にあの JR の線路が何かが通っていて、そのさらに左側にあの旧道というか普通の国道2号線が走っているんですよ。で今私が走っているこの姫路バイパスというのは国道2号線なんですけども、2号線バイパスということで後付けで作られた新しい道路ですね。まあもう何十年も経ってるんで新しいっていう言い方はしないと思うんですけど、地図上で見るとだから今走ってるこの道路も国道2号ですが、左側にももう一本国道2号というあの信号機があってお店がいっぱいあってみたいな、そういう道路がございます。そしてこの道路の真下か250号線が走ってますね、おそらく右かな、国道250号線っていうのは名機幹線と言われるやつで、まあ、姫路から明石の方へバイパス道路のような太い道路が通ってます。ついさっきまで真下を名機幹線250号走ってたんですが、先ほど右の方にぐーっとそれていきましたね。国道250号線は今真下を走っておりません。右にぐっとそれていって、もうもっと海寄りを走ってるかと思います。高砂バイパスになったかなこれ。ちょっと看板をちゃんと見てなかったんであれですけど、高砂市ということで、姫路市でも加古川市でもなく高砂市のはずなんですけど、制限速度70キロです。これ78キロポストなんですが、姫路バイパス加古川バイパスが78キロ続くっていうわけじゃなくて、おそらくですけども国道2号線大阪の出発地点が78キロ先にあるのかなと思います。大阪市市内にあの国道2号線の0キロポイントがあるかと思うんですけどね。はい、ここから加古川バイパス、この入り口は何だろう、加古川北インター、高砂北インター、この真下今国道2号線が走っております。高砂北インター、加古川市内に入りました。大阪78キロ、神戸46キロ、明石が27キロです。混んでるやないか、こんなところから渋滞してたら怒られるな。5時回るんちゃうかな、こんなペースで帰ったら。4時半から5時の間ぐらいで帰りたいんですけどね。さっさと帰ってたら、まあ4時過ぎくらいには帰れたと思うんですけど、ちょっと15分20分、まあ、残業欲しいなみたいな、そういうつもりでこっち来たんですが、ちょっとこれぐらいのペースでしか流れない、こういう渋滞があるとなるとちょっと話変わってきますね。これ5時半とか6時とかなったら怒られそうやな、ね、本当にまあいいか。あ、ちなみに先ほど万丹道は有料道路でしたが、姫路バイパス、高砂バイパス、加古川バイパス、この辺りは、国道2号線 の、 あのバイパス道路ということで有料道路ではございません。無料区間です。またね、あの明石西から第二神明道路は有料道路になります。はい、加古川西出口、向こう側西は入り口もあったかな、そういえば。さっきまでの渋滞何やったんよ。またここで詰まんのか。はい、加古川西イン
ター入り口です。加古川西は出口と入り口と両方ございます。200m、 加
古川東も入り口あったような気がしますけどね。どうだったかな。はい、加古川東出口。そのポストがちょっとわからないね。70キロポストちょうどでした。15時19分です。さっきまで渋滞してノロノロやったんですけども、今もガラガラですよね。加古川出口でみんな降りたんかな。まあ明石の方また近づいていくと交通量多くなってくるかと思うんですけど、はい、やっぱり加古川東も入り口ございます。加古川東インター入り口がもう間もなくです。加古川東ランプが62キロポストあたり、じゃあ69ですね、ごめんなさい、69キロポスト。大阪まで69キロ、神戸まで37キロ、明石まで19キロ。やはりね、大阪まで69キロって書いてるでしょ。 68.7 キロポストですけども、国道2号線の出発点0キロポイントがおそらく大阪市内69キロ先って、そういうことやと思います。風がすげえな、裏返ってるもんな。結構ね、横風って危ないんですよ。 2,3 年前にね、台風21号っていうのが大阪に来た時は4トン車とかそこら中で道でひっくり返って横転しててね、あの橋の上でなんか歩道に倒れておったり、もたれかかってたりとかね、そんな光景をよく見ました。横風は背の高い車とか危ないですよ、ひっくり返りますよ。乗用車もね、あんまりスピード乗ってるとね、風に煽られてすっ飛ばされるだけじゃなくて、ひっくり返る場合もございます。ご注意ください。結構ね、ぐるんとひっくり返って裏向いてもうどうしようもなくなってる車とかたまに見かけますね。ああいう風にならないようにご注意ください。ルノーのメガーノっていう車なんですけど、あれね、ローマ字読みで書いたらメガネって書いてるみたいで、なんかかっこ悪いんですけど、はい、明石西インター出口まで1キロです。今から柳原まで渋滞1キロだけか、ラッキー。普段平日ですとね、もう15時22分、これぐらいの時間帯ですと神戸方面から大阪に帰るの大概5キロ10キロの渋滞はまってしまうんですけども、今日は祝日っていうこともありまして、そんなに渋滞が起きてないみたいですね。乗用車の渋滞でおそらく1キロほど、トラックとかはそんなにいないのかなと思います。はい、明石西インター出口、この出口降りないと有料道路入っていきますのでご注意ください。今から有料道路、第二神明道路というのに入っていきます。はい、第二神明道路、明石西料金所ですね。15時23分、24.0 キロポストあたりですか、料金所です。この24キロポストというのは、第二神明の、終点24キロなんですよ。で、第二神明のスタート地点0キロポイントは、月見山というあたりになります。神戸の方ですね。あの辺りに0キロポイントがございます。第二神明道路は全長24キロほどです。
まあ、今現在のキロポストが何キロだ、 23.4 キロポスト、234ですね。行ってらっしゃいということで、制限速度70キロです。15時24分になりました。で、看板は神戸市と出ておりますが、この辺りちょっとややこしいんですよね。神戸市西区とか、まあ今走ってるのは神戸市西区なんですが、もうちょっと行くと神戸市抜けてこの明石市に入ってみたりとか、そしてまた神戸市西区になったりとか繰り返すんですよね。ややこしいです、あの住所っていうことで言うと。はい、22キロポスト、第2神明道路はあと22キロで阪神高速に切り替わります。阪神高速は3号神戸線ですね。須磨の料金所を越えまして、トンネルが2つあったかな。まあ、トンネルを出て月見山の料金所の手前あたりで0キロポイントがあるんですけども、カーブして下り坂、まあまあ事故の多い場所ですけどもね。はい、大久保インターまであと2キロです。ガソリンスタンドもございます。お食事するところもあります。で、駐車スペースもまあまあ広かったかと思います。はい、神戸市西区、ここまで明石市に入ります。ややこしいでしょ。須磨から柳原1キロ渋滞なんでか。順調に行きそうやな、これは。19.8 キロポスト、残り20キロを切りました。大久保インター出口、大久保インター出口は 19.6 キロポストです。15時27分、同じく15時27分、 19.3 キロポストで大久保インター入り口との合流がございます。この左車線ですが、大久保インター入り口と、まあ、左側合流がありましたが、このまままっすぐ行きますと、明石サービスエリアにこのまま左車線は入っていきます。看板が見えてきましたね。あと 300m ほどでしょうか、明石サービスエリアに登っていくようになっております。サービスエリア 18.4 キロポスト、井出光とエネオスとガソリンスタンド2つあるみたいですね。
橋のサービスエリア越えまして、しばらく行きますと田松インターまで2キロです。田松インターは国道175号線やったかな。まあ、あの道路は結構乗り降り頻繁にあるかと思います。そして明石市が終わって神戸市西区にまた入ります。神戸市西区ですが、垂水ジャンクションまで12キロと、あともう一個ちょっと読み忘れましたが、この辺木を切りまくって何してんねや、何かできるのかな。港川で渋滞1キロと、若宮から港川で2キロ、3キロほどの渋滞か。時間が経てば経つほどどんどん伸びていくんでしょうね。私がその辺を通る頃にはもう4キロ5キロってなってるかもしれませんね。15時30分になりました。今すぐ通り抜けたら、だから渋滞1キロと2キロと2箇所であるだけなんですが、ね、まだあと16キロほど行かないとその渋滞してるところまでたどり着かないので、まだあと16分ぐらいかかるんですよ。このペースで行きゃ16分ぐらいしたら、その時はもう渋滞1キロ2キロだったものが、これが繋がってしまって5キロ渋滞とかになってるかもしれません。で、さらに渋滞伸びますと、港川のあたりまでだった渋滞が京橋に伸びて、でそれが今度生田川に伸びて、前谷に伸びて、魚崎に伸びてってなっていくと、でもう10キロぐらいの渋滞になってしまうんですけど、そうなる前に通り抜けたいですよね。アクセル踏んでくれ。多摩津インター、言うてる間に多摩津インター入り口越えてしまいました。 14.9 キロポスト、15キロポストあたりに多摩津インターがあったかと思います。およそ右方向です。三河谷ジャンクションまで2キロ。よっぽど渋滞がね、阪神高速の3号神戸線の渋滞がひどかったら、三河谷ジャンクションから北神戸線に逃げて中国道とか夏の方にもう一回戻るっていう手もあるんですけども、せっかく万丹道でね、こうやって海沿いの方まで降りてきたんで、このまま降りてきたら帰りたいですけどね。14キロポスト、第二神明道路はあと14キロで終わります。はい、この上り坂ですね、東経135度、日本標準地方線、まもなくです。35度日本標準地4号線くぐりました。 13.5 キロポスト、東経135度と 13.5 キロポスト、まあたまたまかと思いますけれども、はい、まもなく伊川谷ジャンクションですね。 500m 先、伊川谷出口もございます。明石海峡大橋の方に、神戸淡路鳴門自動車道や、阪神高速7号北神戸線などございます。あと第二神明北線もあるのかな。長井谷ジャンクション、垂水ジャンクション、いろいろ書いてますよね。ややこしいんですよ、この神戸の山の方は。あっちこっちでね、ジャンクションで分岐分岐で迷子になりますよ。川谷ジャンクションは 12.5 キロポストあたりですね。15時33分になりました。もうこの辺りからちょっとアップダウンがかなりきついんで、速度ご注意ください。下り坂もかなりスピード乗ってしまいます。そしてあと上り坂ボーっとしてますと、70キロの道路なんですが、かなり迷惑がかかるぐらい失速するかと思います。ボーっとしないようにしっかりアクセル踏んでください。12キロポスト、
道路は制限速度70キロです。大倉谷インターまで2キロ。大倉谷インターは何したかな。明石の運転免許試験場みたいなのがあったかな。高丸から行くのか大倉谷から行くのかみたいな感じだったかと思います。まあこの辺も住宅もかなり多いので車の出入りがかなりあるかと思います。マヤの渋滞が1キロというのが新たに加わりましたね。始まりました。やっぱりで大倉谷インターまであと500メーターなんですが、この左側にある途半車線一旦なくなりますので、このまま左車線ずっと走ってたら出れると思ったらダメですよ。一回ここでなくなります。ご注意ください。これ危ないんですよね。大倉谷出ようかなと思って左車線ずっと走ってて、うわなくなるわと思って急に右にハンドル切ろうと思っても右側に車並ばれてたらいけないんでご注意ください。はい、大倉谷インター出口 9.6 キロポスト16時36分。この次に合流があります。注意してください。はい、大倉谷インター出口を越えてすぐもう見えてますよね。入り口です。 9.3 キロポストで合流いたします。よく白バイか覆面パトカーかなんかあそこの入り口のところでカーブのところで隠れて見張ってるんでご注意ください。はい、長い下り坂速度注意と黄色い看板出てまいりました。8.9 キロポスト。この下りはねかなりきついですよ。ご注意ください。スピード出すぎるだけじゃなくて事故も結構多いんですよね。第二神明、加古川バイパス、姫路バイパス、この道路は結構交通量も多いんで、まあ仕方がないのかなと思うんですけれども、毎日のようにっていうか一日中どっかしらで事故してるんじゃないかなと思います。まあ私の中ではもう平日走ると事故と渋滞のイメージしかなくて、ね、あんまり好きじゃないんですけど。8キロポスト、第二神明道路あと8キロで終わります。終わる前に高丸インター出口1キロほどでございます。途半車線は高丸出口までつながってるかと思います。これはこのまま走っていただいても大丈夫です。大倉谷は危ないよね。あれずっと出口までつなげときゃいいのにね。なくなると思ってなくて左走ってたらなくなるってあれが一番怖いよね。行き場を失うっていうのがねやっぱり危ないかと思うんですけど、高丸インターに関しては途半車線走り続けていただいてもそのまま出口出れますんで。高丸インター出口、この先合流があります。注意してください。 6.8 キロポストあたりですね。高丸インター入り口合流 6.5 キロポストあたり15時38分です。また長い下り坂やってまいります。速度注意、速度だけじゃなくて、カーブもしております。ご注意ください。雨の日とかね飛ばしすぎでカーブ曲がりきれないようなカーブではないんですが、まあ事故多いですよね。
陽谷の出口まで 500m。 陽谷は出口もあるんですが、パーキングエリアもございます。パーキングエリアご利用の方は妙谷出口出られなかったかと思います。ご注意ください。このパーキングエリアもねちょっと狭いんですよね。あんまり止めるところがないので、せっかく寄ったけど休憩しようと思ったけど止める場所がないわみたいなことはよくあるかと思います。はい、妙谷インター出口 4.8 キロポストあたりですね。15時40分になりました。はい、左からの合流は妙谷のインター入り口と妙谷ジャンクションの合流かと思います。神戸淡路鳴門自動車道とかから帰りね、第二神明入ってくるとここに合流してまいります。およそ1キロ先分岐を右方向です。はい、第二神明道路 3.9 キロポスト、いよいよ4キロを切ってまいりました。もう間もなく終わります。出口まで2キロ。スマは出口はあるんですが入り口ございません。入り口は今度月見山入り口ですね。月見山入り口は阪神高速3号神戸線の入り口になります。第二神明道路はスマインター、スマ料金所を越えたあたりまでです。この前までこちら左ルート工事中やったんですけど今開通してます。何を工事したんかちょっとパッと見わからないんですけれども、何ヶ月かずっと塞ぎっぱなしで工事しておりました。高倉山トンネル 540m、 このトンネルもだから何ヶ月も通行止めっていうかね、右ルート通ってくださいということで封鎖されておったんですが、開通しましたけど道路が綺麗になったわけでもなく、何の工事してたのかちょっとわかりません。LED の照明でもつけとったんかなみたいな、それにしては古臭いよなみたいな感じもするし、何の工事してたんでしょうか。はい、トンネルを出ますとすぐに3号神戸線の料金所になります。スマ料金所 1.8 キロポスト、あと 1.7、1.6 キロほどで第二神明道路終わります。スマ出口出られる方は今のところ左出てください。こちらは阪神高速3号神戸線に入っている道です。この左側に見えておるのが、スマ出口出られた方、一般道です。今私が走っているのは阪神高速3号神戸線にこのまま接続いたします。まだ厳密に言うとまだ入ってないんですが、もうあれです、出口も何にもないので、事実上阪神高速走ってるのと一緒なんですけどね。さっきのスマ出口を一般道に出られる方は出ないと、こちらの方に来てしまうと阪神高速自動的に入ってしまうので、料金だいぶかかるんでご注意ください。月見山トンネル 230m、トンネルを抜けたあたりかな、抜けて下り坂カーブしばらく行くと0キロポストがあったかと思います。はい、ここで 0.5、 あと 500m で0キロポストです。第二神明道路の0キロポストがあと 400m 先ですね。制限
限速度50キロ、 0.2 キロポスト。この先合流があります。はい、0キロ、ここが0キロポイントです。第二神明道路終点と書いてございました。そしてこの左からの合流は阪神高速3号神戸線月見山入り口です。月見山は出口ございません、入り口のみです。京橋まで15分、西宮まで25分、尼崎西まで30分。渋滞と書いてる割にスムーズかなと。平日普通にこれぐらいの15時45分ですけど、これぐらいの時間帯平日通ろうとすると1時間ぐらいかかるんじゃないかなと思います、尼崎のあたりまでね。まあ、渋滞してて30分で尼崎まで行くんやったら渋滞してるうちに入らないかと思います。まあ、距離的にもね、あと3、40キロのもんなんで、普通に60キロぐらいのペースで走って3、40分かかりますから、渋滞、まあ1キロ2キロ渋滞書いてましたけれども、今の時点ではそんなにしてないのかもしれません。まあ、あの所要時間書いてる、あの10分とか20分とかあれ書いてる分がどれぐらい当てになるのかという話ですけど、まずここで、若宮入り口、あら渋滞が始まったな。阪神高速3号神戸線若宮入り口、左から合流がございます。15時46分になりました。こんなところでベターっと止まってしまって30分で天ヶ崎まで行くか。これ制限速度60キロの道路やからね、阪神高速3号神戸線80キロとかにならないんですよ。もうずっと60キロです。今の若宮のカーブ、月見山から若宮に抜けてくるあのカーブが50キロやったっていうだけで、ここから先ずっと60キロなんですよ。これが70キロとか80キロになったりしないんでね、こういう状態を走ってる間にどん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 時間が過ぎていき、天ヶ崎に着く頃には 4,50 分経ってたみたいなことになると思うんですけどもね。港川まで2キロ、名神まで23キロ、名神西宮インター、名神高速道路の出発して西宮インターまであと23キロですね。一応渋滞しながらも流れておりますが、だいたい今の速度30キロぐらいで進んでおります。反対車線の渋滞がなくなったな。これね、午前中は反対車線がこれぐらいに繋がってたんですよ。ほんでこちら側の大阪方面行きがガラガラやったんですよ、午前中はね。反対車線がなぜそんだけ混んでたのかというと、淡路島に行く渋滞ですよね。先ほど通ってきた明谷ジャンクション、あそこから神戸淡路鳴門自動車道で淡路島徳島方面に行かれる方の渋滞が午前中いっぱいずっと、もうこのもっともっと先です、港川とか京橋越えてもっと先ですね。渋滞およそ10キロ以上ぐらいの渋滞が、あの淡路島の方に行く渋滞として、垂水ジャンクションあたりから神戸方面芦屋のあたりまで15キロとかの渋滞があったかと思うんですけど、帰り道はだからこの淡路島からね、あの温泉旅行から帰ってきましたとか、海水浴から帰ってきましたとか、そういう車でしょうね。これ淡路島ね、今夏場はねハモが美味しいんですよ。7月から10月までね、ハモをね、たらふく堪能されてきたんじゃないですか。羨ましいなみたいな。ハモとどうやら夏場あんまり季節関係ないかな。あと淡路島ね、タコとかアナゴとかも結構有名ですけどね。タコとかアナゴは年がら年中あるかと思いますけど、ハモは7月から10月ぐらい、早くて6月ぐらいかなみたいな。美味しいんですよ。
かな。淡路島は肉も美味しいんですけどね、あの牛肉が、あの淡路ビーフっていうのがあれ、田島牛っていう牛で、神戸ビーフ あのお友達みたいな感じなんで、お友達じゃないな、親戚、血がつながってるから親戚みたいな感じですね。はい、港川インター出口、港川は、入り口もございます。港川インターの入り口合流と、あと31号の神戸山手線からの合流というのと、あの両方ここで交わるんですよ。なのでここの合流、港川ジャンクションと言われてる分ですけども、これがね結構混むんですよね。もう渋滞の絵ばっかり見せても仕方ないので、この辺で動画終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録よろしくお願いいたします。失礼します。